この動画は過去動画の再放送です。途中紹介されている別動画は現在アップされていないものもあり、リンク切れしている場合がありますが、ゆっくり再アップしていきますのでお待ちくださいね。それではご覧ください。こんにちは、斉藤直樹です。今回は読むだけで絵が上手くなる漫画5選ということで、僕が過去に読んでこれはすごく絵の参考になったという漫画を5つ紹介していきたいと思います。絵の勉強って実は結構めんどくさいじゃないですか。参考書をいろいろ買ってきて、文章を読んで理解して、でそのまま自分の絵柄に落とし込めればいいですけど、参考にしたのがアカデミックな内容だったりすると、その絵を自分流にデフォルメし直したりして、改めて自分の絵に落とし込まなきゃいけないっていう結構こうな手順が必要だったりしますよね。でも参考にした絵が漫画だったら、もともとデフォルメされてますし、見やすいように整理された形にもなっていて、自分の絵に落とし込める部分というのがすっと無理なく見つかります。それに何よりも読んでいて楽しいですよね。無理して勉強するという意識を持たなくても、いつの間にか絵の勉強にもなってしまう、そんな体験ができたらいいですよね。この動画を見ていただければ、絵は上手くなりたいんだけど、でも絵の勉強ばっかりするの飽きちゃうんだよね、なんていうつまらない感じを払拭して、うわ面白いから読み進めていたのに、いつの間にか絵の勉強にもなっちゃった、そんな風に楽しく絵の知識も得ていただけるのではないかと思います。ぜひ最後までお付き合いください。あ、それと一応前置きしておくんですが、今回紹介するポイントはあくまで絵です。漫画の見せ方の技術はもちろん他にありますし、むしろ漫画を語る上では話作り、いわゆるネームが大事だと思うんですが、今回紹介する内容は画力が上がる漫画ということなので、ストーリーやキャラの立て方、そういった部分には触れずに、単純に絵に注目した視点で紹介していきます。それでは早速行ってみましょう。鬼滅の刃、はい、ちょっとねもう最初からミーハーかよっていうぐらいメジャーな漫画を紹介してしまうんですが、こちら鬼滅の刃ですね。ですが皆さん、鬼滅の刃絵の凄さっていう視点でじっくりと見たことありますか？もうね、絵描き視点から見て、うお超かっこいいって痺れちゃうぐらい、この漫画かっこいいポイントに溢れてるんですよ。ここではですね、かっこいいポイント3つ紹介していきますね。例えば1つ目、手の表情がかっこいいです。もうね、僕は鬼滅の刃を語る上では手のかっこよさは外せないと思っています。手の描き方、もっと具体的に言うと、女性作家ならではの手に対する異常な描写力です。僕は普段から女性は手に対するこだわりがすごい、女性を見たら全員手フェチだと思えってね、まあこれはちょっと言い過ぎかもしれませんが、そう言っています。でもね、鬼滅の刃の場合は手に対するこだわりが常軌を逸しています。もうね、そのキャラクターの性格や人生までも手によって書き分けようとしているように見えるんですよ。まあね、これはまだ序の口なんですが、男性と女性の手の書き分け、女性はふにっと柔らかめに書かれていて、男性はゴツゴツした手になっている、これだけでもね十分書き分けがうまいなっていう風に感動するレベルなんですが、ここからがやばいんですよ。例えば主人公かまど炭治郎の手を見てください。炭治郎最初はですね結構可愛い手をしているんですが、一巻の中盤あたりすごく厳しい剣の修行をすることになります。でね、これがその修行の後の炭治郎の手です。もうね、これ主人公の手じゃなくないっていうぐらいすごい手になってますよね。でもね、これ別にどこにもこれに関する説明ってないんですよ。修行によって手の皮膚が分厚くなり、炭治郎の手は剣士の手になっていた、なんていう言葉はどこにもありません。もうね、絵だけでこの部分を分からせちゃう。僕これですね、発見した時マジか、後藤先生マジかってね、もう身震いしました。そしてかっこいいポイント2つ目はベタがかっこいいです。まあこれはですね、割とジャンプ漫画全般に言えることなんですが、ジャンプの漫画の傾向としてトーンをあまり使わないっていうのがあるんですよ。これは理由としては週刊連載に使われている漫画の紙があまり良くない紙なので、トーンを繊細に表現することができずに潰れてしまうんですけど、それが一つの理由だと言われています。まあそういう理由があってか、線とベタのみ
だけで構成していく作家さんが多いんですが、中でも鬼滅の刃は画面に対しての白と黒の配分がめちゃくちゃかっこいいんですよ。例えばね、このページとかすごいと思うんですが、鬼滅の刃はですね、結構ベタに対する割り切りがすごくて、重めの雰囲気を表す時にはもうほぼベタ一色背景真っ黒にしちゃうんですね。で、それだけだとちょっと単調になるので、炭治郎の髪の毛はベタなんだけど、その上にちょっとホワイトを乗せて質感や毛並みを追加して見やすくしていたり、かと思いきやこんな風にハッチングを加えてただのベタじゃない演出をしたりと、白と黒の分量を巧みにコントロールしてページ全体で見た時にすっきりして見やすく、かつかっこいい明暗バランスを保っているんです。もうね、ここだけに着目してもすごく勉強になります。そして3つ目は表現のギャップがかっこいい。鬼滅の刃ってたまにこういうふざけたコマが混じっているんですが、なんかね、鬼滅の刃の感想を聞くとたまにこういう人がいるんですよ。鬼滅の刃ってアニメはいいんだけど、なんか漫画の絵見ると時々雑で下手くそな感じにならない？あのね、ぶっ殺すよ。ごめんなさい、ちょっとぶっ殺すは言い過ぎましたね。いや、あのですね、これわざとですから。これはですね、あえてギャップを作り出すっていう大事な表現なんですよ。まあね、もしかしたら絵を知らない人だとこの絵を見た時に手抜きだと勘違いする人もいるかもしれませんが、これがこの漫画にとってすごく大事な部分です。いや、だってこれがなかったと想像してみてほしいんですよ。鬼滅の刃は結構バタバタと人が死んでいきます。そして自分の妹も鬼になっちゃって、そんな妹のために主人公もめっちゃハードで過酷な運命に巻き込まれていく。もうね、ストーリーとして重たすぎるんですよ。でもね、鬼滅の刃全体を通しての作品の印象ってそんなに重たい雰囲気って残ってないと思うんですよね。それがなぜかと言ったら、もうこれです。このコマがあるから、このちょっとふざけた抜けた感じの絵があることで、シリアスなシーンなのにシリアスになりすぎないように雰囲気をコントロールしてるわけですよ。それにですね、絵的な観点でも素晴らしいことがあって、それは何と言ってもみんなが真似しやすいということ。なんかね、もう見ただけでこんな顔描きたくなっちゃうじゃないですか。真似しやすい絵というのはもうそれだけでみんなにとって親しみやすい絵なので、真似ができる絵を作るという意味でも絵描きにとってはとても学ぶべきところがあります。まあね、鬼滅の刃知らない人はもはやいないと思うんですけど、実はアニメではなく漫画で、しかもこういうポイントに着目しながら読んでみた人ってそんなにはいないかもしれないので、この機会にぜひ鬼滅の刃絵に注目して改めて読んでみてください。あ、言い忘れましたが、今回紹介する本に関しては概要欄に Amazon リンクを貼っておきましたので、商品についてはそちらから確認してみてくださいね。しぐるい、原作南條則夫先生、漫画山口隆之先生っていういかつい組み合わせの話題作なんですが、これもですね、読んでいるだけで画力がアップしてしまうような作品です。まあ、ちょっと一応注意なんですが、しぐるいっていうタイトルからもわかるようにかなり表現が生めかしかったりグロテスクな部分があるので、そこは注意です。この漫画を一言で言うと凄まじいです。まあね、もう至るところ凄まじいんですが、ポイントを2つに絞って紹介すると、まず1つ目は絵のインパクトが凄まじいです。例えばこういう絵なんですが、あまり他では見かけたことがない表現です。生きているキャラクターに対して人体の内部解剖図まで同時に描いちゃうっていう、まあ、ここからもわかるようにこの漫画は人がバッタバッタ死にまくります。しかもそれだけじゃなくて、剣で切られた時の内部構造までかなり細かく描写されてるんですよ。まあ、実際に切られたところを見たとしても、むしろここまで詳細に見えないんじゃないかっていうぐらい細かく細かく描き込まれているんですが、そのリアリティを超えたリアリティというか、このキャラはこんな内臓をしているとか、そこまで考えられた漫画って僕はしぐるいの他には知らないですね。そのぐらい凄まじい気迫で描き切られている漫画、これは絵を描く人にとっては特にその解像度の高さに驚かされるんではないでしょうか。そして二つ目は背景の凄まじさです。普通背景って特に漫画に関しては極力描かずにごまかしたくなる部分だと思うんです。まあ、しかもね、さっき紹介したようにこの漫画人物に対する描写が細かくて凄まじいですから、背景は
まあ、端折ってもいいんじゃないのかなって僕なんかは思っちゃうんですが、この漫画ですね、背景もとにかくやばいです。例えば、このページ見てください。いや、もうやばすぎるでしょ。キャラクターの陰影もハッチングを使って丹念に書き込まれていますが、それ以上に背景の書き込み量の凄まじさたるや、質感や陰影、そしてここ見てください。木目。これね、全部手書きです。しかもですね、これちょっと笑っちゃうんですが、庭に敷き詰められた砂利。これですね、一個一個きちっと書かれているんですよ。これを月刊とはいえ漫画でやるんですよ。信じられます？このページを見るだけでも、この漫画の絵的な魅力の高さが伝わるんじゃないかと思います。まだね、しぐるい見たことないよっていう方は、ぜひ読んでみてください。おすすめです。夢くり。はい、ちょっとハードな作品が続いたので、次に紹介するのは、ヒロ先生の夢くりです。この作品について、僕から言える言葉は、ただ一言、かわいいです。かわいいポイントが3つあります。まず1つ目は、仕草がかわいいです。例えば、こんなコマを見てください。私は、みんなと一緒に働くのが好きなんです。もちろんあなたも、その一人ですよ。こうやって一緒に帰って、一緒に働けるのが、とっても嬉しいんです。いや、ごめんなさい。ちょっと、おっさんがやるにはきつすぎましたね。いやーもうね、可愛いっていうか、こんな仕草書こうと思います？なんか僕ですね、思いつきすらしないんですけど、でもヒロ先生が書くこういった仕草を見せられると、あーやるやる、これやってる女の子見たことあるってなるんですよね。そういった記憶の片隅にはあるんだけど、自分では拾い上げられてないような、そういった仕草をヒロ先生は拾い集めるのがうまいなーってめちゃくちゃ勉強させられるんですよね。それとですね、2つ目は線が可愛いです。いや、線が可愛いってちょっと何言ってるかわかんないと思うんですが、このコマとか見てくださいよ。はあ、もう最高じゃないですか。すごい細いんですが、なんかこう、もうこの子の質量を捉えられている線というか、この絵を見た瞬間ね、ちょっと変なこと言うようですが、あー、この子はこのぐらいのサイズで、あー、でこのぐらいの細さなんだよな。で、なんかこう手を繋いだら、あー、なんかちょっと柔らかいけどちゃんと骨が入っていて、あー、この子も人間なんだなとかね。ああ、はい、すいません。ちょっと取り乱しちゃったんですが、なんかですね、そういうところまで想像させるような線なんですよ。これはね、もう本当に注目してみてほしいです。で、最後は背景が可愛い。はい、表現がおかしいっていうのは自分でも言っててわかるんですけど、これどういうことかというと、さっきのしぐるいと比べてみるとわかりやすいんですが、しぐるいはもうとことん細部に肉薄して、すべてを書き切るみたいな執念を感じるのに対して、夢くりの背景表現はあくまで女の子の可愛さを邪魔しない程度なんだけど、そこにリアリティを持たせられるギリギリの書き込み量っていう感じなんですね。なので背景もよく見てみると結構書き込まれているんですが、その書き込み量がキャラクターを邪魔しないバランスに抑えられています。でも書き込みはしっかりしている。このバランス感、これが結構難しいと思うんですが、この漫画はそこがとにかくうまいんですよ。仕草、線、そして背景、その全てがとにかく可愛い漫画、夢くり、ぜひおすすめです。ヴィンランドサーガ。はい、この漫画は主人公のトルフィンが幼い頃に父親をバイキング、海賊に殺されるんですが、その復讐を果たすために戦士になって、そして強く成長していくっていうお話です。この漫画、絵的な観点で一言でその凄さを語るとしたら、これにつきます。デッサンお化け。作者の雪村誠先生はお会いしたことはないんですけど、僕にとってたまびの先輩でもあって、そしてデッサン力がカンストしています。まあ、ざっくりとデッサン力って言われても何のことかわからないと思うので、ポイントを3つにまとめるとですね、まずは説得力です。ヴィンランドサーガ、絵描きとして見ていて冗談抜きに鳥肌がずっと立っている感覚があって、それがなんでかっていうと、もうね、全コマに対して感動があるんですよ。例えばこのページ、もうね、ポーズ一つ一つに対する説得力がやばい。例えばこんなコマでも、まあこれ服を脱いでるだけなんですけど、あー、こういう分厚い服を脱いだらこんな感じの抜き方になるんだろうなーってありありと想像できますし、この手袋をはめる動作一つにしても、はいはい、革製の手袋をはめるときってこんな風にちょっと指先に力を入れながら、こんな感じの力加減で引っ張るんだろうなーって、ありもしない記憶が呼び覚まされるぐらい、そのぐらいすごい説得力です。あとはなんといってもこの最初のコマ、各々がいろいろな行動をとってるんですが、もうね、誰一人として適当に書かれていないんですよ。腕
腕相撲してるやつ、レフリーしてるやつ、飲んだくれてるやつから奥でチェスしてるやつまで、ここまで書かなくてもいいだろうっていうぐらい、これ見よがしに書き切ってあって、しかも誰一人としてデッサン的に崩れていないっていう変態っぷり、これはもうね、デッサンお化けとしか表現しようがなくないですか。しかもこれ別に何でもないコマなんですよ。場面の見せ場とかじゃないんです。なのにこのうまさ、これはねもう本当に凄まじい説得力だと思います。それと2つ目、質感の表現がこの漫画ものすごいです。あ、ただね、さっき紹介したしぐるいも背景の表現ものすごかったと思うんですが、ヴィンランドサーガはですね、それともちょっと性質が違ううまさな気がします。しぐるいはなんかこう、作者の山口孝之先生の執念というか怨念みたいなものを感じるんですが、この漫画はですね、なんだろう、この密度を最小の手数で表現するにはどうすればいいのかみたいな、そういう効率の良さみたいなものも同時に感じていて、非常にクレバーでスマートな密度の出し方をしているように見えます。特にですね、陰影を表現するためのハッチングの技術に関してはもうちょっと極まりすぎてて芸術的なくらい、そのぐらい綺麗なので、そこだけ見ていても本当に惚れ惚れしちゃうような素晴らしい作画技術なんですね。で、3つ目なんですが、今紹介した説得力と、そして質感表現の巧みさによって、この漫画画面全体がですね、すっごく見やすいんですよ。いや、普通ですね、こんな無茶苦茶な密度で書き込んだら、絵って密度がありすぎてどうしても見にくくなってしまって、見ていてかなり疲れるはずなんです。でもですね、ヴィンランドサーガはもう気持ちいいぐらい視線誘導が上手くて、読んでいる最中も、あー俺すっごい今作者に視線誘導されてんなーって感覚的に分かっちゃうぐらい、そのぐらい作者の手の上でコロ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 転がされている感覚があるんです。そしてそれがもうすっごく気持ちいい。目に飛び込んでくる情報密度の割にスラ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 読み進められてしまうんですね。絵を描いていてですね、どうしても見にくくなってしまうなーっていう人にはこの漫画すごく参考になると思います。グラップラーバキ、そして最後がお待たせしました、格闘漫画の金字塔、グラップラーバキ。いや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 、斉藤さんがバキ好きなのは知ってるけどさ、別に俺筋肉描きたいわけじゃないから、さすがに絵の参考にはならないよって思いました。はぁ、あのね、それ完全に間違ってますよ。バキの魅力っていうのは筋肉とか格闘技とか、それももちろんそうなんですが、それだけじゃないんだ。いいですか。いや、だって僕もですね、別に格闘技について詳しいわけじゃないんですよ。そんな僕ですら大好きになってしまうバキの魅力というのは、一言で言うと全てにおいて過剰な表現力なんです。その過剰なまでの表現力、3つに分解しながら紹介するとですね、まずバキという漫画、伝わりやすさが過剰です。作者の板垣先生は一瞬の出来事を引き伸ばして引き伸ばして、その一瞬の出来事がどれほどすごい一瞬だったのかを表現するのがすごく上手い作家です。例えばこのページを見てほしいんですが、烈海王っていう中国拳法の達人がドリアンっていうね、最強の死刑囚をパンチした一瞬を捉えた場面です。見てください。これおそらく秒数にしたら1秒にも満たないシーンだと思うんですが、ここにですね、なんと4ページもかけて、どれだけこのパンチがすごいのかっていうのをですね、ドリアンの顔の変形具合を通しながら、これでもかっていうぐらい分かりやすく伝えてるんですね。これだけで4ページですよ。やばいでしょ。でね、そんな過剰な表現をしがちな板垣先生なので、表現が過剰すぎて巷ではこう言われることもあるんです。なんかバキってさ、やりすぎて格闘漫画っていうよりももうギャグ漫画だよね。そうなんです。バキはですね、もう何もかもが笑っちゃうぐらい過剰なんです。例えばこのページを見てください。ちょっと見ただけでも笑っちゃうようなページなんですけど、これはですね、主人公のバキくんのお父さんです。彼はもう登場人物の中でも飛び抜けて強すぎてですね、誰も手がつけられないんですね。アメリカ合衆国ですら彼一個人に対して平和条約を締結しているぐらい、そのぐらい超規格外な男なんですが、そんな男がホテルの一室でテレビを見ながらリラックスしている姿がこれです。いやもう
ありえなくないですか？柔軟？筋トレ？ちょっと意味わからないんですけど、筋力と柔軟性がやばいとか、もうそういう次元じゃないですよね。でもね、どうしても僕ちょっと気になりすぎて、ある日板垣先生にドキドキしながら聞いてみたんですよ。板垣先生、板垣先生が描くキャラってたまにちょっとすごすぎて、僕どうしてもですね、ちょっと笑ってしまうことがあるんですけど、そしたらですね、な斉藤ちゃん、本当にすごい瞬間っていうのはな、見た瞬間すげえとかじゃないんだよ。すごすぎてな、まるでギャグを見た時みたいに思わず笑っちゃうんだよ。俺はそういうのが描きたいんだっておっしゃってたんですね。はい、実は板垣先生これ計算でやってます。そして最後のポイント、アイディアが過剰。また半間裕次郎の話になっちゃうんですが、裕次郎がですね、ある人に会いに行くために、その人が閉じ込められている牢屋に押し入るっていうシーンがあるんですね。その牢屋っていうのは普通の牢屋ではなく、銃弾すら通さない頑丈な強化アクリル製の壁で守られた特別な牢屋です。そのシーンでですね、担当さんと打ち合わせしたらしいんですが、担当さんがまずはアイディアを出します。いやー、でもそこは裕次郎ですから、いくら頑丈な強化アクリルの壁でも思いっきり殴ったら粉々に砕け散ってしまいそうですよね、板垣先生。それに対してですね、板垣先生切り返します。アホ、裕次郎はそんなことしねえよ。え、じゃあどうするんですか先生。ベーケロ、普通に手をポケットに突っ込んだまま入ってくんだよ。それでできたのがこのシーン。もうね、裕次郎壁すら殴りません。手をポケットに入れたまま顔を壁に押し当てて、そのまま強化アクリルを変形させながらグググググググってね、入っていっちゃって、最後一言、お邪魔。もうね、アイディアがすごすぎです。ちょっとですね、バキに関してはまだまだ言いたいことがありすぎて止まらなくなっちゃうんですが、今日はこのぐらいにしておきます。こういった過剰な表現、過剰なアイディアを過剰な分かりやすさで、しかもそれが至るところに埋め尽くされている漫画なので、ぜひ読んだことがない人はですね、読んでみてほしいです。以上が今日僕が伝えたかった絵が上手くなる漫画5選でした。いかがだったでしょうか。それと今回紹介したのは漫画でしたが、絵の参考になるアートブックを紹介した動画、絵が上手くなる本もおすすめです。この動画で紹介したビジョンという本がですね、実はこの動画がきっかけで売れに売れまくったらしくてですね、それ以来ずっとカテゴリー別の Amazon ベストセラーランキング1位を取り続けているんですよ。これはですね、僕もおすすめ本にちょっとでも貢献できてすごく嬉しいです。興味がある方はこちらも合わせてチェックしてみてくださいね。概要欄に URL を載せておきます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。ということで再放送をお届けしました。いかがだったでしょうか。新チャンネルのチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。